どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回はミソノ&リョーチン二股デッキでセンス丸ガチ育成やっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、この二人にはコンボがありますので、まあそれも活かしつつ筋力3、守備3の非常にバランスの取れた編成で一度シラスをやってみようというところですね。はい、でちょっとこのひじりちゃんがイベント数が多いので本当は厳選をやりたかったんですけど、ちょっと厳選やると後指きついなということで、今回アイテムを持ち込んだんですよ。そしたらしょっぱなセンスきました。オッケー。いやー、この期間ですね、この期間というか重金属工業最後やってる2日間ぐらいで一気にこう厳選やりながら動画を撮っててですね、まあそんな中で厳選ではね、なかなかセンス引けなかったんですけど、ここで引くっていう。はい、頑張っていきましょう。ということで、これ土日にね、1本まず北雪デッキ上げたと思うんですけど、あの時にめちゃめちゃハマって、まあその日にいっぱい動画を撮っておりますと。で、何本出すかは分かんないんですけど、この北雪関連のものを、まあ相当動画を撮っております。その中の1本っていうところですね。はい、行きましょう。で、できればミソノが告白間に合ってほしいっていうのはあるんですけど、どうだろうな。はい、で、今回は無限指導は2ですね。筋力と、まあ、守備に固めて、そこでタックでも伸ばしていきたいという趣旨があったので、鳴海はのけています。まあ、って言っても前回鳴海が失敗したおかげで、SS 届かなかったので、のけてもいいのかなというところですね、実際。はい。さあ、無限指導来てほしいよ。特に前半ね。さあ、頑張ってやっていきましょう。いやー、久々にこんなにサクセスやったな、2日間で。何十サクセスやったんだろうっていうぐらい、本当に。まあ、もちろん大部分も含めてですけど。結構な回数サクセスを頑張りました。はい。で、このひじりがですね、まあ昔はささやき戦術しか金得くれなかったんですけど、低空筆話ですかね、もうくれるようになってるという噂も聞きましたし、イベントも良くなったって聞いたんで、まあ久々にちょっと使ってみようかなっていう。タックはもともと強いんでね。それにしても序盤あれこなさすぎじゃない？指導こなさすぎだよ、これ。1ヶ月丸々何もできてない。ちょっとイベントも良くなったとは聞いてるんでね。期待したいですね。で、来なさすぎだろこれ、いろいろちょっと辛いですね。ルシファー&大谷は何をやっているんだ。これが4回、そして共通イベントが2回あるので結構厳しいんですよね。招き猫ないと厳選ではちょっと厳しいかなと思いました。で、いろいろ考えた結果、また筋力4、守備2にしようかなと思ったんですけど、そしたら同じような動画が続くことになって、あまり面白みがないかなと思ったので、まあ、今回は持ち込みでのガチ育成でございます。はい。よしよし、ナイス、ミソノ。さあ、ちょっとコツはまだ抑えないで、指導の回数増やしていきたいです。うわ、これ本当に指導回数辛いって。これはめちゃめちゃひじりちゃん走りますねと思ったら、さあこっからタックでも伸ばしていきたい。頑張りましょう。あとは告白が間に合わないとっていうところですね。まあミソノはかなり追ったんですけど、ちょっと妄想も入れていくべきかなと思ってます、実際。はい。で、試合に勝てるようにちょっと整えますね。これで勝ってくれ。ナイス。さあ、ちょっと指導が少なかったですけど、まあ練習試合は勝てたんで、ここからですね。はい、頑張っていきましょう。
さあ、まあタックも本当強いよと、ひじりのタック本当強いっすね。はい、もう本当に固有合わせめちゃめちゃテーブルは強いんで、しかもホモテなので一瞬でタック踏めますし、どっちかは告白間に合えよ。そこが今回怖いところですね。どっちかは間に合ってくれと。39ギリいけないかな。よし、ギリいけた。これが取らない作戦ですね。抑えない作戦、特能を抑えない作戦が成功しました。 OK。 これもうヘッスラでも何でも取ってた時点でダメだったんで、 OKOK。告白やばそうだな。でも48微妙だな、これいけるかな。結構微妙なラインな気がする。オッケー、本当に当たってる今回のこの抑えない作戦ね。さあ、だからまだ抑えない。まあムードはね、抑えないうんぬんというよりは、あの大谷かこの高校の固有のイベントぐらいは待っていいかなっていう感じだったんで。おお、りょうちんが先に来たか。まあいいでしょう。これ結構間違って上選んでっていうパターン多いんで、僕気をつけます。はい。でローボールは確か肘くれるんだっけ、なんかそんな話を聞いた気がする。でさすがにちょっとムードを潰しましょうか。はい、うん、最初できなかった分この辺でなんかうまく待ってたものが良くなりましたね。はい、ムードも惜しかったんだけどな。まあまあ1個ぐらいなら全然ちっちゃいの来て大丈夫です。2個まで僕は OK と思ってるまであるんでね。はい、ということでこういう時にデートを進めていきましょう。まあ本当はみそのが良かったんですけど、まあまあいいでしょう。りょうちんは最初最大チャップがありますと。よし、これでもう最大値十分でしょう。ふんふんふん、やめてね、不眠症。うわぁ、ゲッチュ、不眠症ゲッチュ。こっちにしとこうかな。おお、地下のここは来た。オッケーオッケー。ただこれはおお、地下が来た。オッケーオッケーいいぞいいぞいいぞ。あれ、地下の方がってことは評価高かったのか。まあよしよしよし、オッケーオッケー。あとはタックが絡んでくればっていう感じですね。こうなってくるとこれは大谷行くな。大谷の方が結局雅もいて経験点もいいし。はい、でようやくここでじゃあ抑えようかなという感じですね。ようやくここで抑えに行こうかと。これから一緒に抑えに行こうか。よし、ただもろもろ来そうなやつはとりあえず置いといて、不眠症どうするかだな。これうわ、阿部ひナイス。あ、もう最大値マックスか。だったら待ってよ、みそののデートもあったし、ルシファー上選んどいてよかったな。あの、もう最大値がマックスだと。でも一応ここでも大凶引いたら不眠症つく可能性があるんで、ね、っていう、何のお話かわかんないけど、ね。物事をポジティブに考えていこう。
66はいけない。どうしようか。ここで一回通院してもいいような気もする。そうですね、1月からずっと最後まで不眠症なんていうのはさすがにダメですね。 OKOK、 まあ一発で治ったんで OK でしょう。でここでローボールヒッターもこう作るようになりましたと。はい、まあって言ってもあれですけどね。なんか来てるしな、もう。はい、でもまあいいところですね。ただヒジリはイベントの途中の経験点がさほど良くないっていうところですね。そこの経験点も途中も良かったりすれば強いかななんて思うんですけど、そこだけ気になります。はい、あとこれパワー比広角クレア割と悪くはないぞ。でせっかく今回筋力3守備3にしてるんで、そこのなんだろう、ダブルタックで青コツも来るよみたいなの見たいっすね。これ経験点取ろう。まあシラスは経験点取った方がいいんじゃないかっていう説ですね。まあ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 、これはちょっとチャンス悩んでます。実際潰してもいいし待ってもいいしっていうところですね今。チャンスはもう一回来てもいいですかね。怪我しにくさが来るかというね。ただまああいつで潰せますからね。実際早くデート終わってればみそので。これちょ FBA って FBA かお前。バレンタインもあるし、こっち行きましょうか。さあそしてここですね。これがうまくはまってくれば強いと思います。45まで上げて、これチャンスソロ。これでまあさすがに勝ってくれると思われる。もう総合 C 対総合 F だから、さすがにこれで負けたらもうダメですよ。もうシラスアディオスですよ。嘘でしょ、嘘でしょ。おー、嘘だった。いやもうその結果でも割とアディオスだけどな、これ。さあコンボもあるし、まだまだ伸びるでしょう。で今回阿部引ってるんで、もう阿部引攻めません。もちろん来てなければまだ攻めてもいいかなと思いますけどね。もうそこは来てるし攻める必要はないかなと思います。ということで、みそのおすすめはみその。今のいいタック来てほしかったですね。バレンタイン前だったんで。怪我しにくさ骨後にしていこう。もう一回来たらもったいないんで、みその攻めましょう。いや一番いかんやつ4つある中で。はい、ということでここはもう確実に阿部ヒアも1回来てるんで、結構な確率で僕負ける気がしますね。半分は負けてると思います。なんであんまり阿部ヒアもちろんねあるっていうのは一ついいところではあるんですけど、あんまりそれをこう期待しちゃいかんなという感じもしてます。はい、止めるだとやる気が落ちるけど筋力技術か、精神と敏捷、あとは筋力技術で早急止めとこうか。やる気は落ちるけど経験点コツ等を今回考えると、ゲッツ崩しも来てるし、こっちの方が美味しい気がした。でいい練習来るのか、まさかそうでもない。 OK、 でほらあと最大値も上がりますと。今回はマックスですけどね。もうでやる気も上がりますと。強いな。まあまあいいか。経験点61のイベントですよ。普通に強い。本当はね60回復がぴったりハマればめっちゃ強いんですけどね。はい、46いきましょう。
食はまあ後に潰したいですけど、まだだな。これくらいの経験点しか来てないうちは。タックですね。あとはこのデッキの伸びしろはタックなんで、そこがまだ来てない。複数タック&指導みたいなのは絶対来てほしいですね。てかまだ複数タックは一回も来てないんで、まあこっから来るでしょう。来ないかい。まあでも渋い時はデート10回できるよと。で体力回復しといて、経験でもがっつりもらっといて、次に備えていく、備えていく。まあまあまあ、経験点のいいイベントと取ろう。本当は60回復40経験点がね、見せられるとね、かっけーってなるんですけどね。はい、まあ、本当45ラインは悪くないからな。お、降格来た、降格。パワヒはな、それこそ筋力の複数タックとか引けば全然いけるんだけどな。64いこうかな、これ。いっとこ、気前よくいっとこ。で、複数タックも来てほしい。どうせ行ったんだったらもう80まで行くか。どうせ気前よく行ったのであれば80まで行こう。一回もう守備職人取っちゃおうか。高山取ろう。 OK。さあこれで筋力稼げればですね、筋力タック、筋力タック。こっからちょっと両親のデート何回目か把握してないぞ。両親のデート何回目、これ臨床62ってことは2回目かな。あと3回両親。あとパワーヒー、筋力系ですね。筋力練習とかパワーヒーとかそういうところが来てくれれば結構いい選手になるかなという感じでございます。 OK。 これ守備依存でしょ。もう絶対絶対大丈夫でしょこれ。ほら守備上げといてよかったねと。はい、筋力来い。よし、おい、よし、来た来た来た。期待できるかもしれないこの選手は意外と今回ね。はい、ちょっと待てよ、これもう降格阿部ひとるか。他のコツ欲しいですしね。で、怪我しにくさだけはかぶんな。もうちょっとでみそののイベント終わるからデートか。よしよしよし、守備もこんなの来て、筋力もこんなの来始めると。いや、この敵強くないですか、冷静に。で、まあ変なタイミングで井戸端さえ起こらなければ割と安定して勝てるはず。エピローグも、まあ、もう固め打ちは来てますと。100はさすがにいかないか、もったいないな。てかいけないか。でこっちは51はいけるけど、これはタックの美味しさを取るべきですね。意外性が来てもいいし。さあいいタック、ダブルタック。あの二人強すぎでしょ、タック。あの二人のタック。あ、キャッチャーいらない。青染めしない。あの二人強すぎるんだよな、冷静に。まあちょっと、試合勝てるように、ちょっとね、頑張っとくわ。これで勝ってくれ。帝王に勝てればでかいぞ。35点ずつが入るか入らないかはさすがに大きすぎるぞ。大きすぎるぞ。頼むぞ。
頑張れよ、もう一点頑張れ、おい、頑張れ、よし、カンパチ、赤原、違う、カンパチじゃない、だから赤原、誰か。あの、テニスの王子様に出てくるやつね。おー、いい経験点、しかもエピローグがね、2人分と。あ、行きたかったなー、なんで今来るかなー、それ。なんで回復イベントが来ないかな、逆に。だいたい体力あるデッキなのになー。おおおお、来始めたよ。これ打球伸びもう取ろうかな。うん、このタイミングならなんとかなるんじゃないか。井戸端もそれは行かないで回復しましょう。ミソノって最後ですよね。次回復ないからと思ってずっと後回しにしてるんですけど。で、りょうちゃんあと1回か。うん、デート回数も問題ないですね。うわー、てかミソノの回復イベントうまくはめた方が良かったな、今回だと。これここでしょ、雅でしょ。意外と精神ポイントきつめになってきたな、まあ、あそこでチャンス潰したのは悪くない選択だったとも思うんですけど。てか技術入ってきたのはもう完全に守備タップのおかげですからね。バント取ろう、ここで。うーん、雅のタックはもったいないから行っとこうかな。さすがに、さすがにもったいなさるな、捨てたら。筋力欲しいとはいえども、何のための雅なんだとなるからね。筋力が良ければ行きましたが、一人なんでデートで。あー、これもうちょっと回復もハマったりするんだななんて考えると本当鬼強いな。いや、でもまあまあ今回はまあまあいい形ではありますけどね。練習試合も全部勝ってるし、てかもう全然もう文句はつけないっす、こんなの全然いいっす。はい、66いけるならなんだけどな、微妙にいけないんだな。ということで、いや、まあ行ってからデートでもいいんだけど。バント送球キャッチャー、これバントが来てもいいし、キャッチャー以外だったら来て嬉しい。うんうんうん、でデートあと1回だからまあ問題ないでしょう。はい、あ、バント、あ、取ったか、バント取った、あ、そう、バント取ったわ。もうあとパワー開けですね。で、総合 A は余裕と。はい、あ、ただ走塁 S 行っちゃった。まあ走塁一応ね、雅じゃない、あいつがいるんで骨1は来てますけど。怪我しにくさだけは来るな、もったいないからな。よし、うん、技術が過剰に来てるまであるな、これ。うん、あと本当にパワー比だけ来てくれればというところです。はい、もうちょっと精神稼げるとよかったなっていう、うん、
精神だけだな、足りないの。こうなるともう筋力もパワー A なんで何とでもなるし、もうちょっとミート上げないと試合が怖いな。今満塁男とかいろいろ働いてたんで大きかったですが、 D ではちょっと僕の腕では怖いです。結構小さいです。これ畳打ちとかも働いててこれでしょ。だってこんだけ得能を取ってら何かしらを働いてくれるだろうっていうのはあるんですけど、やっぱり基礎値低いとそれでもね小さいなぁと感じる時はございます。デートあと1回、まあでも変なデートっていう怖さもあるんだよな。よっぽど良くない限りはデートにしとこうか。いやいいでしょこれ、言っとくでしょ。100は持っていかないけど、あ、味噌の先デートしよっか。ダブルではなかったし、やっぱ変なデート超怖いっすもんね。あら、もしかして待ってこれ。危なかったー、もう一回やったー。危なかったー、先にやっといてよかった。今は筋力入ってきたね。オッケー、危なかった。あと一回です。もうこれで確実にあと一回です。オッケー、危なかったー、非常に危なかった。いやでもこれでいっとこう。もしかしたら補給練習またいけるかもしれない。66の補給練習ちょっと睨みたいしな。これで頑張って自分が打ちゃいいんや、自分が打ちゃいいんや。ダンダラダランデンダンダディンダンデイラン、自分が打ちゃいいんや。いやでもこっからエピローグががっちり入ってくるって考えるとマジで期待できるぞこれ。いや評価戻ってるよな多分。おっとなんだ、今動画がカクついたわけではなくパープルアプリ自体がカクついたぞ今。まあ打球伸びあれば多少あれしても入るな、ホームラン。はい、チームも強いし負けはしないでしょ。タララ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 、どうもハチです。パープルアプリやっていきましょう。いや本当に挨拶と名前をねみんなちゃんと考えた方がいい。両方適当に始めて今に至る、やっていきましょう。さあということで、いい練習だった言ってもいいんだけど、最後に残すと一応変なデートが怖さはありますと。うん、怖さあるし先に終わらせましょうか。本当に怖さあるんで、怪我しにくさもこれでまあ潰せるって考えると、はい、 OK でしょう。ここは回復もないんで最後は。いや強いんだよ。あーで鉄人忘れてた。でもそうか、ここは鉄人とんのか。筋力結構使うな、筋力も精神も使うなと。だからこの鉄人さえ本当に筋力が変わればまあガチで強いと。まあ両ちゃんはねもう魔術師なんで大丈夫ですけど、ってずっと言ってる僕のねあれがね伝わっていればね嬉しいです。はい、情熱エールとか精神使う系の特能が結構今回あるんで、そこ含め怖いというところでしょうか。はい、でもまあ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 でしょ。お待たせいたしました。5番。最後なパワーヒだけな、奇跡的に来れば完璧ですけどね。あ、なんで打った。やっぱミートちっちゃいな。これ絶対いろいろ働いてるよな。働いててこれか、ちっちゃいなミート。これは固め打ちが来てちょっと大きくなった。何も特能働かないなんてここないもんな。まあ打球伸びとかはもちろん働くんですけど、何かしらこうミートが上がるような特能も働いてるような多分。ちっちゃいですよね今も。と思いつくところで言うと固め打ちは絶対今のね働いてるんですけどね。はい、さあこっから指導やっていきたい。頼む、なんか覚え、よし、オッケーオッケー。筋力、まあ大谷筋力くれ。そして大谷筋力くれ、リベンジ。
ょっと怖いな。ちょっとミート上げるか。 C まで、よし。まあこれで打てるだろう。 OK、 パワー一人体っすね。待って、これ本当に鉄人じゃなかった。まあまあもちろんキャッチャーで使えば球界の頭脳っていう話はあるんですけど、まあキャッチャー作るか。今度ミソノとガチキャッチャー育成やりましょうか。よし、今度キャッチャー作ろう、ミソノと一緒に。今度は一股だ、次は一股だ。でミソノとキャッチャーを作るんや。ちょっと待って、やばいやばいやばい、何やってんだ。お、ギバが降りた、ラッキー、ラッキー。そうか、ミソノと一緒にキャッチャーを作ればいいんだな今。佐々木戦術はそれこそ聖でもらってもいいですし。え、てかこのデッキでキャッチャー作ったら強いんじゃね。魔術師ももらえるんでしょ。球界の頭脳、佐々木戦術、魔術師持ちのこれデッキやん。これでキャッチャー作るか。で今回キャッチャー骨もなんか青骨で2回ぐらい来たような気がするんで、聖とかこのミソノからキャッチャー骨も骨1ではもらいやすいと考えると、うわーいいけど、もうさすがに技術いらないんだよな実際。ということで補給65まで上げていこうかな。そっち、でもこうやると今度精神が足らない気もするしな。このデッキでキャッチャー作ったらめっちゃ強い疑惑で、鉄人じゃなくて今回そこが球界の頭脳になれば、あ、でも野手だと怪我しにくさは入ってくるけど、キャッチャーだと怪我しにくさは入ってこないと。そりゃそうか、強すぎるか、じゃないと。でこれパワー A まで上げられるかどうかちょっとわからないっすね。よいしょ、行きましょう。これため取りというかあれね、北雪デッキにはまって一気にいろいろやってるって話。いつ出せ、もしかしたらこれ普通に月曜日に出し、あんま昨日取ったんだなと思っていただけるかもしれないですけど、いつ出せるかちょっとわかんないです。今週はあまり家にいないものでサクセス取れるときに取っておきたい、やっておきたいだな、サクセスをやれるとき。ほら、おっしゃー、パワヒ鉄人をこっから取んなか。パワヒのコツがこれは本当に欲しくなるな。で多分電光石火だから内野安打を抑えてなかった。盗塁パワヒ、こっからコツ来い。盗塁とパワヒのコツが来い。もうあとはいらん、あと2回だから盗塁パワヒで来い。プルヒ、おいおい2回行くんだプルヒ。ガオ、はい、筋力筋力。まあ、パワー S、パワーヒー、鉄人ってなれば問題ないんですけど、そこまでいけるかな。あ、いけるな。いけるな、おそらくこれ。まあ、ちょっとまだ待ちますが、おそらくいけそうな気がする。よいしょ。さあ行きましょう。投げました、打ちました、痛烈、パワヒなしでよく打ててます。あ、でも今回は最近のサクセス界では比較的気持ちよく終われそう。結構楽しかった。なんかそこまでのストレスはなかった。なんかあったっけ今回。不眠症なったぐらいか。1月に不眠症直しに行ったあの選択肢は悪くなかった。あとまあちょっと告白が遅くてヒヤヒヤしてっていう部分はありましたけど、まあデートもちゃんと終わったし問題ないでしょう。スリーアウトチェンジ。何凡退してんだ普通に。シラスリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている花岡、今回なんか気持ちいいサクセス。これ SS 行くかな、鉄人とって。投げました、これ SS 行ったら結構いいサクセスですけどね。普通にオール C 以上でバランス取ろうと思ったらできるし、肩も C 以上にやろうと思ったらできるんで、フェンス直撃、花岡2塁を狙う、バランス型にもできるし、なんかそのデッキとして
北雪のその2キャラのコンボ使ったんすかみたいな。そうなんすよっていうキャラクターできるよ。さあ最後パワーヒ、盗塁かパワーヒ。まあこれは一番いいのはフィジーかな。いやでも筋力500もありゃ間に合うな別に。盗塁か欲しいのは。じゃあこうなると追い打ち多分大丈夫だと思うな。これでイベントはもちろん全完走してますよね。あ大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、これで最後鉄人オッケー、よし大丈夫だ。うん大丈夫だよね。163は入るもんね。エピローグも、え、エピローグで163入る。本当にやばい、ここだけやばいかも。試合100、スカウト40、最後40、はい入る入る、オッケー入る入る。もういい選手じゃないですか。そしたらん、金徳、あと鉄人と1、あそうか1個だけしか増えないね、この子が。オッケーオッケー。あでも鉄人でも精神使う、ちょっとギリギリかもしれないんで、絶対負けちゃいけない、これ絶対に勝たないといけない、絶対に負けられない戦いがここにだ。これ2回の裏、しらす攻撃に入ります。この回の先頭バッターは花岡、投げた。でもなんだかんだ最後めちゃめちゃポイントバランス良くないですかこれ。入った入った。まあ最後盗塁、うーん、あーほんと電光石火取れないかもしれない精神ポイント。今思うと、うわーこれ電光石火じゃなければよかったな。本当に電光石火以外の得の金徳が最後くれば割とほぼ神サクセス、割と神サクセスに近かった。こういう時に限って最後電光石火なんですよ。まあ無限指導多いとね、ちょっとそこも調整しにくいし、今回てか総力の指導ほとんどやった覚えがないんで、多分無限指導組が来ちゃったなと思うんですけど、ここは難しいですね。ここだけは調整しづらい。まあでも無双が盗塁くれててよかったなっていう話ではあるんじゃないかな。はい、無双が盗塁こっちにでくれててね、よかったですね。なんだ今日いい球しか投げないな守る。第3球を投げた、これはいい当たりだ、いったー、入った。精神ポイントが足りるかどうかっていう戦い。これは最後ちょっとエピローグでどれくらい、なんか精神ポイントだけは北雪キャラって少なかった気がするんですよね。そこが怖い。まあ足りるとは思うんですけど、ギリギリ。なんか少なかったですよね多分。ほら20しか入んない。あやっぱりだ。あちなみにこれちゃんとマックスです。これが北雪キャラのマックスです。精神だけちょっと少ないと。いやでも足りるでしょ。いや電光石火だけちょっと残念と思いきや、実は敏将が余りそうだから実はこれで OK みたいな話ないか。まあまあの経験点で、あーほら足りない、足りない、くそー、いやーちょっと足んねー。やっぱちょっと重いか、電光石火が重いな。いや惜しかった、いやーちょっとだけ足んね、これほんと電光石火以外やってよかったな。惜しい。でもそうなるとちょっと待てよ、結構余りそうなんだが。敏将が一層は取ろう。もう敏将とにかく余らないようにするしかないな。あ気持ちいい形だ。でもパワーあと2個上げられるといいですけどね。はい、
うん、まあいっか。いや最後本当に金徳だけ違えば最高でしたね。惜しいな、あとほんのちょいのあれだったのに。ほんのちょいのすけでしたね、ほんと。まあ、かくらん一層は別にキャッチャー系の特能でもないし、もちろん取った方がいいよな。まあ、ちょいとだけ金、余りますが、これで。か、もしくは、かくらんやめて、こんな形でもいいか。よし、こんな形にしよう。よし、こんな形にしよう。惜しかった。これで金徳1個あと増やせると。まあ、鉄人があれだったな。おい、SS 行ったっていうね。はい。いやー、ちょっと最後重たい電光石火じゃなく何かしらだったら、まあ、でも SS1 は行ってないとは思うんですけど、それなりに、まだちょっと伸ばせたかなというところですね。はい。いやー、ということで、まさかのこの時代に、りょうちんとみそののコンボを使いまして、SS 選手を作成する動画でございました。今回でもやっててなんかサクセスの流れが、個人的に気持ちよかったです。はい。悪くないサクセスだったなというところですね。まあということで、まあいや本気ではもちろんやってたんですけど楽しく、まあね、あくまでこれはりょうちん&みそのが別バージョン来た時にさらに輝くよと、まあ特にみそのですね、この鉄人が何かしらに変わった時にさらに輝くよというデッキでございました。てか筋力さん守備さん良かったですね。ポイントバランスが非常になんだかんだ、うん、ポイントバランスが非常に良くて良かったですっていうね、ところでしたね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。というわけで一番怖いのはこれ、日曜日に動画撮ってて月曜日にみそのかりょうちんの別バージョンが来たらどうしようってこうヒヤヒヤしながら動画撮ってます。それだけはやめてほしい。まあそしたら、まあそしても出そう。アディオス。